アゴスティのラメッリチョ、主事の成功な機械より、図の右下で内部の歯車構造を見せている。回転式書見台は、16世紀のヨーロッパで作られた水車に似た構造を持つ読書用の器具である。使用者は歯車に当たる部分に、いくつもの書物を開いた状態で垂直に設置し、器具を回転させることによって、同じ位置に座りながらにして、 複数の書物を並行して閲覧することができるとされた。イタリアの軍事技師、アゴスティのラメッリが設計し、自身の著書で紹介したもので、後に実際に作られてもいる。この器具が作られた背景には、活版印刷による書物の増大、並びに、これらの書物が未だに非常に大きくかつ重く、扱いに不便が生じていたということがあった。アゴスティのラメッリ、 1588年、アゴスティーのラメリの回転式書件台は、1588年に出版された彼の著書、主事の成功な機械において紹介されている。これは、当時、機械図録と呼ばれていた絵里の印刷本に属する書物で、彼自身の設計による、製粉機や機銃機といった様々な種類の機号195種を、 それぞれに6インチ9インチの版画を付して解説したものである。ラメッリの著書によれば、この装置の高さは7、8フィートで12冊の本を設置できる。使用者はその前に座り、両手で車を持って回すことで開いたままの本を上下に送るようになっていた。本がひっくり返って落ちないように、ラメッリは当時天文時計にしか使用例のなかった。 優勢歯車機構を採用し、これによって回転時に開いた本が常に同じ角度を保てるようにした。もっとも後世の観覧車のゴンドラのように重力を利用すれば同じ目的を達成することができたであろうことを考えると、これは不必要に凝った仕掛けであったが、結果としてラメリの数学的才能を十分に証明することになった。この初見内は、 実際に制作されたものの、ラメッリ自身は設計を行ったのみで制作には携わっていない。ラメッリは自身の回転式初見台についてこう持参している。美的かつ成功であり、学ぶことに喜びを感じるものならば、誰にとっても有益で便利な機械である。とりわけ、そのものが通風に悩んでいるような場合には、なぜならこの器具を使えば、 場所を動くことなしに何冊もの本を参照することができるからだ。しかしながら、現代のアメリカ合衆国の技術者、ヘンリー・ペトロスキーは、美的であることはさておき有用性については議論の余地があると論じている。ラメッリの著書の挿絵を見る限り、この初見台には書き物やその他の学術的な作業を行うためのスペースが欠けており、気晴らしに本を読むような場合であれば、 ともかく、学者が執筆のためにするような読書には適していないというのである。回転式初見台の設計は一般にラメッリに返せられているが、こうした機械を最初に発明したのが彼であるということには疑問を差し挟む歴史家もいる。中国科学技術士屋のジョゼフ・ニーダムは、ラメッリの初見台のように垂直方向に動くわけではないものの、 ラメッリより千年も前に回転機構を持つ書棚が中国で作られていると述べている。ニーダムはこれについて回転方向の違いは工学的伝統の特徴あるいは好みによるものに過ぎないとし、さらに回転の方向に宗教的象徴性の要素が込められている可能性についても言及しているが、前述のペトロスキーはいずれの意見も疑問の余地があると注釈している。 回転式書見台は点数が増大しつつあった印刷本の管理の問題に対処するための早期の試みであった。最初期の情報検索装置の一つであるとも言われており、またハイパーテキストや電子ブックリーダーといった多数の情報を相互参照するシステムの先駆的な例であるとも考えられている。フランス人技師ニコラ・グロリエド・セルビエールなど、後に 後世の複数の技師がラメッリの設計をもとに、回転式初見台のバリエーションを考案している。現代の文化においては、リチャード・レスター監督の1974年の映画、三重史にその実像が描かれたほか、ダニエル・リベスキンドのようなアーティストらによって再現の試みがなされている。ありがとうございます。